いたー、最初の場所が違う。さあこれは何、ああふざけんなよ。ただいま。さあ何が違うのか、とりあえず飛んでる時の動きが多分一番違うと思うから、スリンガー先行団持ってきてるけど、まだどこ行った。え、殴れるこれ。いやちょ、何やってたこいつ。当たる当たる。オッケーオッケーオッケー。ん、なんか高くな、あああぶない危ない、ただいま。あつい。まずこれ違うね、連続攻撃が違うか。待って、ここ落ちるな、マジきついよ。はい、どうしようかこれ。そこいける。いやここやばくない。ここすっごくやばくない。ああ、あー、リオレウスも来た。地獄だ、地獄。乗った、ナイス。よく今ので乗れたな、うまっ。オッケーオッケー、この間に鬼神ゲージにしたい。ってかレウスに気づかれたらもう地獄ウスだよ。だってレウス同士はさ、亜種とはいえどあれでしょ。あ、おお、落ちた、落ちてないわ。レウスどこ行った今。来ないなら来ないでいいんだけど。ゲンストレウ、足が争うとは思えないんだよな。絶対縄張り争いしないじゃん。まあ、したらだぜ、それは熱いけどさ。いないね。飛んでった後なのかな。でここはしっかりいなして、ヒーロー、オッケー。やばい、危ねえ。ああ、これ、これだ。これが多分こいつの一番強い技かな、今のが。4G と一緒かな。 4G もあんな感じだった気がする。前は落とすか。はい、これ激鱗とかって多分、あ、確か足とあれで分かれてんだよね。それすごいきつくない。はいはいはい、ほい。でもレーザー足見た目すごい好きだから嬉しいな、復活。はい、カウンター、ほらほら、オッケーオッケー。やっぱレウスの動きはベースだからカウンターしやすいわ。散々流星やってきたわけだし。うわー、やばい、なんか2匹いるよ。レウス、ん、どあら、レイヤーじゃない。ん、待って、ってことは何、レイヤーとレウスとリオレウス足がいるの、このマップ地獄かよ。地獄すぎー、あっぶねー、毒切るとこだった。あ、落とした、ナイス、うまい、いいね。ただレイヤーは生き残ってからサマソ気をつけないとやばい。あっぶね、行ってるそばからだよ。はい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 、ちょっと待って、画面見えな。レイヤーどこ行った、レイヤー。いやいや、ちょ、やっちゃうか、外していくー。あ、レイヤー逃げた、逃げたくせえな。いや、そのレウス3種はやばくない。レウスじゃねえわ。おっ、えっ、お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 っ、フォーラン。あ、拘束されてんのこれ。うわー、やばいやばい。あ、レイヤーいなくなってるわ。オッケーオッケー。まあ、レイヤーは当分こ、すごい、何何した、足っぽ切った、ナイス。今空中にいなかったこいつ、空中にいる時に尻尾切った、やばい、危ねえ。この HP、 レウス相手にこの HP やばいな。オッケー、なんか早食いをして欲しくなってくるよね、本当に。ほら、やばい、赤ゲージ切れる。どっかで無理やりでもいいから、ここだー。ここじゃねえわ。オッケー、チャンス。ほら、これ顔面じゃなくてもいいわ。オッケーオッケー、レウス来んなよ。よしよしよし、いや、ちょ、その振り向き突進が強いんだって。ブロイ、やばい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 。よし、オッケー。はいはい、いける、赤まで持っていく。よいしょ、
いや、違う違う、ブルス空いてるときはすげえ楽だから、楽じゃねえよ、好きだからな。やべ、危ねえ、これなんか爪んとこにいると毒状態になるんだよ、あれ、あれ強くない？あ、やべ、やばいやばいやばい、危ねえ、味しめやがったこいつ。この中で俺が一番弱いっつって狙ってきてやがる。よし、これは疲れてる？あ、ちょっと硬いね。これ行こう、いけないで行くー。オッケーオッケー、当たんない、よし行くぞ。顔面行きたいけど無理かな。あー、しかも全然柔らかくないとこ行っちゃった。そう、カブト切りの何が嫌ってね、ああやって柔らかくないとこに行った時のなんだろう、その無駄にした感が半端じゃないんだよね。なんか長えな、転び逃げるね。なんか今戦ってたよ。え、レウスとレウスたち戦うじゃん。なんかレイヤーか、レイヤーだ。お前、女に優しくしろって母ちゃんにならなかったのか。こいつ風上にも置けねえ野郎だった男の。こいつオスの概念失ってるわ。なんか俺が調教してくれるわ。いやあ、くそ。いける。はい。くれ！だから硬くねえじゃなくて柔らかくねえとこやってきたわ。ほい。ほい。カウンター！調教じゃ、あ、カウンター！何回でやってやるぞ、カウンターをこっちは。お前。お前が改心するまでな。いや、もう絶対弱るでしょ。あれ、なんかいるぞ、もう一気。なんだあれ、レイヤーだ。なんかもう目おかしくなるわ。マジで。やっぱやり合ってるね。どうした、そんなに不細工なレイヤーなのか。女なのに傷つけてもいいと思えるぐらいの、そんなレイヤーなのか。カウンターがうまい、うまい。カウンターがさっきから、どうした俺。うまくなっていく。はい、これはちょっとずれよ。ああ、そういうこと？弱った？弱ってねえわ。任せろ！てーい！一旦どっか。どこ？結構ね、武器もね、あと1段階で、マックスになるから、だいぶ切れ味伸びてきてるんだよね。あと、このアタオン防具。これ匠ついてんだよ。だから切れ味伸びてるから、まあ、ね。まんま見えするとこだったわ。風上にも起きねえやつね、くらえ。ほいほいほい、じゃあ赤だけ回収して、赤だけ先っちょだけでいいから。弱んない、もうだいぶ切ってるよね。よけろ、オッケー。ほい、当たるなよ。あ、当たっていく。どこにやんなかった、なんだ。あ、またダメだ、これ見せちゃいけないモンスターねえ。ボルガルズもそうだったけどさ、見せちゃいけないモンスター来ないで、こいつめっちゃ来るやん、こいつ。いたー、ここか、迷ってたぜ。はい、チーズ、オッケー。ほい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 、これで赤。最後あんま見せられなかったな、あのバカ野郎が来ちまってからよ。あいつ来すぎだろ、どんだけ来んだよ。報酬もそんなだな。素材少な、総火流の素材少なすぎん。でも爆炎袋2個はでかいね。結構やっぱ袋系不足ってもうモンハン序盤あるあるすぎるから、まあ初見というか、まあ2個出たのはすごいいいね。